おはこんばんは、皆さん、どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへ、ようこそ。はい、今日はですね、ちょっとさ、今日は商品紹介なんだけど、その前に一個話していい？朗報朗報、概要には書いたんだけど、部屋片付いたの。2、3ヶ月散らかしたの。それをやっと片付けた。私別にあれだよ。片付けられない人間じゃなくて、片付けるの好きなんですけど、掃除したいんだけどできなかったみたいな感じで。っていうのでね、この前やっと、もうやろうと思って、夜中のノリでやったんですよね。一昨日ぐらいかな。まあ、みんなからはね、何にもわかんないよ。まあ、散らかってた時も映らないようにしてまして、多分何にもピンと来ないと思うんですけど、綺麗になったんですよ。めちゃくちゃ。ここがね、またね、服のエベレストだったの。で、またね、服が多すぎるなと思って、そう、断捨離したいなと思ってるんですけど、それについての動画もちょっとあります。っていうので、本日はですね、いつ ?7 日だよね。5月7日に、ミッキー、チーズティー作った動画を出したと思うんですよ。でね、自分で作って飲んだんだけど、まあ美味しかったんですけど、私がチーズティー作った動画公開した日に、コンビニでも、あれのチーズティーが出ました。今日はそれを飲んでいきたいと思います。それがこちらです。ででーん、リプトンクリームチーズティーラテー。これ何？2019年5月7日火曜日より期間限定で発売されました。リプトンのクリームチーズラテでございます。やばくない？ね、リプトンといえばね、まあ、ミルクティーとか、あと何がある？レモンティーもあるし、季節に合わせた期間限定の味を出すイメージがあるんですけども、今回この時期にまさかのチーズティーっていうので、今なんか記事見てるんですけども、クリームチーズのリッチなコクが味わえる期間限定商品、リプトンクリームチーズラテをぜひお楽しみくださいって書いてあります。はい。ということで、では、本日はこちらを飲んでね、やっとだから、まあ、これはリプトンだからさ、遊びじゃないじゃん。ガチじゃん。うん。リプトンは遊びじゃない。私あれ自分でオリジナルじゃん、結局は。正解が分かってないから、これでちょっと答え合わせできるかな、みたいな。うん。でも私近いうちほんと、原宿まで行って、チーズティー飲んできますね。それを動画にしますね。Vlog 的なやつで。ちょっとそれを考えております。じゃあ匂い嗅ぐよ、行くよ。おお、なんだこれ、匂い嗅いだことあんな。え、なに惜しい惜しい。今ここまで来た。なんか食べたことあるな、この匂い。あれっぽいのかな？なんていうの、緑とさ、ピンク色のさ、パッケージになっててさ、ちっちゃい頃すごい好きだったやつ。2種類あるじゃん、味。キャラメルバージョンとさ、なんか緑の方はなんかちょっと違うやつでね。ヨーグルトだっけ？すごい好きだった。保育園の帰りにさ、買ってもらってさ、うち、ちっちゃい時はお菓子1個までみたいな決まりだったのよ。だから、すごい1個に命かけてたんだけど、だいたいそれだったね。買ってた気がする。っていうぐらい好きだったんだけど、あれなんて名前なんだろう。多分それに似てるな。はい、じゃあコップ用意したんで、これ入れたいと思います。おお、ミルクティーみたいな色じゃん。こんな感じです。いただきます。え、こういう感じなの？待って、うまっ。これね、秒でなくなるわ。答え合わせとして飲もうと思ったけど、それ、どころの詐欺じゃなくてうまいわ。私が作ったチーズティーとは完全に違う。あれはしょっぱかった。すっごいすっきりしてんの。全然甘ったるくないから、ごくごくいけるみたいな。香りクリームチーズなんだけど、味は、ミルクティーっぽいかな。まあ、とりあえず何が言いたいかって言うと、美味しい。全人類におすすめしたいかもしれない。ということで、私が想像してたのとは全然違う味だった。なんか想像以上に美味しかった。皆さん気になったらリプトンのクリームチーズティーラテ飲んでみてください。ということで、最後まで見てくれてありがとう。ミッキーと同じでまだチーズティーを飲んだことないよっていう方、または原宿でもう飲んだよっていう方は、チャンネル登録、アラーム設定、そして動画の評価よろしくお願いします。このメインチャンネル以外にもラブライブやゆるい動画を届けているミッキーアフタースクール、ゲーム専門チャンネルのミッキープレイルーム、ラジオ専門チャンネルのミッキーさんのラジオ部屋、ミッキーのツイッターとインスタグラム、ミッキーの公式グッズ、そして5月26日に新宿角座で行われる Zoom というイベント、ミッキー出演します。今言った全てのことを動画概要欄に載っけてありますので、そちらからチェックしてみてください。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。絶対みんな好きだよ、うん。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。